コミのタカです。今回は奈良市のドン・キーホーテの近くにロールケーキ専門店を発見したので行きたいと思います。ロールケーキはたまに食べるけども専門店ってなかなか珍しい気がするし、どんなロールケーキが売っているのか調査したいと思います。てか奈良市のドンキーの近くにロールケーキ専門店があったのはご存知でしたか？僕は何百回と目の前の道を通っているのに知りませんでした。とはいうものの、国道24号線から一本道を曲がったらお店があるんです。さあ左手にお店が見えてきたので早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは奈良県奈良市柏木町にあるロールケーキ専門店ママロールさん。テイクアウト専門店でロールケーキと焼き菓子が売っています。ショーケースを見てみるといろんな味のロールケーキを発見。一本で購入もできますが、商品によってはハーフサイズやカットサイズから販売してくださっており、いろんな味が食べたい方にとってもおすすめ。また焼き菓子も販売してくださっており、1個から購入できるので1つ食べたい方にもおすすめ。食べてみて美味しかったら後日プレゼントとかで買っても良いし、試せるっていうのもいいね。可愛らしい箱も用意してくださっているのでプレゼント用にもどうぞ。そして今回購入した商品はこちら。はい、ということでね、ロールケーキ専門店ママロールというね、ロールケーキのこちら推し商品ですね。ハーフで買ってきたんでね、早速ね食べていきたいと思います。いくぜ。こんな感じ、結構もう持つ感じしっとりしてますよね。クリームは生クリームだけが入ってる感じですね。そんなに生クリームの量も多くないね、うん、ではいただきます。うん、すげえ、生クリームめっちゃミルキーや、うまい、すごいな。生地もふわっとしてるし、おいしい、うまいな。生クリームがほんまにこの牛乳のね、この味がすごく強く出てるんですよね。うまいなこれ。うん、生クリームうまっ。なんか背徳感感じひんな、このロールケーキって。確かになんか甘さとかもそんな強くはないんやけども、卵感も若干感じるし、とにかく生クリームがマジでミルキー。パック感じが一切ない。うん、めっちゃしっとりしてる。うん、やばいな、子供の分にとかで置いてあると食べちゃいそうやもん。まあ食べへん子供たちのためには絶対食べへんけども、でそれぐらいこんなハーフ分じゃ足らんっていうな。1本でもいけたなこれは。4人家族とかでも1本でいいな。1本でだから大体1人2つ食べれる感じやもんな。そういうことね、2ロールぐらい、うん、ハーフでね4つぐらいなんでね。いやもっと食べたい、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ美味しいね。なあ、さすが専門店やな。これなんか生クリームのこの硬さもなんかちょうどいいよね。なんかバシバシの感じのやつとかさ、たまにあるやん。うん、あるな。そんなんじゃなくてめっちゃクリーミーな。そうやんな、もうふわっとしてるよな。口溶けがめっちゃいい。うん、美味しい。では2品目の方もいただきたいと思います。なんかすごい、おお、紅茶の香りがすごいな。なんかめっちゃ層になってるよな。なあ、何これ分からへん。すごいな、何これ。一瞬カツが入ってるんかと思ったもん。カツじゃない。うん、おお、うまいな。やっぱり最初ね、紅茶の風味がねすごくこう口の中で広がって、サクッとはしてない、全体的にしっとりなんですけども、なんか中にね食感もあるんですよ。クッキーかレーズンか、なんやこれ。ザクザクしてる。うん、おしゃれな、なかなか他にはないようなな。美味しい。うまいな。これもな、そんなすごい甘いわけじゃないから、大人のティータイムとしてな、マダムたちがこれを楽しんでるイメージがすごくつくような。しっかり紅茶やしな。うん、うん、苦くもないしな。苦さ全然ない。奈良市行く時とかさ、駐車場ないようなお店も多いわけやんか。
大通り沿いとかでちょっと入りにくいとこもあるけど、ここすぐ行けるからさ、いいお店見つけちゃったね。うん、ごちそうさまでした。感想は後ほど。奈良コミ。はい、ってことでロールケーキ専門店ママロールさんの方で美味しいロールケーキいただいたんですけども、うん、うまかったですね、ミルキー。ということでね、まずこちらのお店なんですけども、奈良市の方にあるロールケーキ専門店ということで、いろんなね斬新なロールケーキなんかがね置いてくれてるんですけども、まさかあんな場所にロールケーキのお店があるっていうのをね、まあ、今回ね初めて知ったんですけどね、ちょっと驚きでしたね。あのいつも普段よく通ってる24号線でドンキーホーテとかの近くなんですけども、ちょっとね左にそれたところにあるお店になってまして、まあ、いろんなね商品あったんですけども、今回ね2種類のねロールケーキをいただきまして、まず1つ目がママロールっていうね店名にもなっているロールケーキの方をいただきました。おんちゃん食べてみていかがでしたか？めちゃくちゃ美味しかったね。美味しい、優しいな。ね、うん、生地がめっちゃしっとりしててね、うん、クリームもめちゃくちゃミルキーで、うん、牛乳感強くてね、すごく美味しかったですね、うん、子供にも本当に愛されると思うし、大人でもね食べた時にねなんか懐かしさみたいなのもね感じるところもあるよなって思いましたね。こちらなんといってもね素材にこだわられてて、まずこの卵なんですけども、こちら天理にあるね卵を使われてたりとか、小麦もね奈良県産の福飛鳥っていう小麦も使われてて、焼いた時にね香ばしさなんかも出てね、すごく美味しいロールケーキになるということです。シンプルなんですけども、すごく美味しいなって感じるロールケーキですので、美味しいロールケーキ食べたい方はねぜひこちらのママロール食べてほしいなと思いました。で、2品目はね店長さんおすすめの紅茶のロールケーキをいただいたんですけども、すごいね紅茶の香り漂ってきてめちゃくちゃ美味しかったですよね。そうですね、うん、なんかめちゃくちゃ層になってて、うん、なんかいろんな味が楽しめるっていうのね。そう、食感もいろんな食感楽しめるのよ。調べた感じね、ラム酒とかも入っててちょっと大人チックなね味にもなってたりもするので、すごい計算されて作られてんねんなってのは思いましたね。で、他にもねいろんなメニューございまして、2番人気のガッツリチョコっていうロールケーキがあったりとか、お客様一押しのねメニューがあったりとか、あとモンブランのロールケーキがあったりします。ママロールのハーフに関しては最初ショーケースの中になかったんですけども、言ったらねすぐに切ってもらってハーフでね購入することもできました。こうやってハーフで購入できるっていうのもねあんまりないんで、すごくお財布にも優しいし嬉しいなって思いますよね。あとねファミリーセットって言っていろんな味が楽しめるねロールケーキなんかも置いてくれてて、あれはな一気にこのお店のねいろんな味を楽しめるっていうところでな、いいよな。いいよね、うん、なんかあんなに種類ロールケーキの種類たくさんあるってなかなかないよね。はい、珍しい。専門店だけあるよね、うん、他にもねアイスロールであったりとか、あとね、まあ、焼き菓子とかね、そのプレゼント用にも嬉しい可愛らしい感じの入れ物とかに入ったやつとかもね売られててね、だからほんまにねそういった人にあげるとかそういったところでもすごい使い勝手のいいお店だなと思いますね。あとね誕生日ケーキなんかもね作ってくれるってね載ってたんで、すごいね素材にもこだわられててね優しいケーキになると思いますんでね、気になる方はね一度ねお店のホームページの方を見てもらえたらなと思います。駐車場に関しましてはお店の目の前にね駐車場がございます。お持ち帰りされる方もね安心で、1時間半までね無料でね保冷剤も入れてくださります。調査の結果ね、さすがロールケーキ専門店ということもあって、定番のロールケーキだけじゃなくていろんなロールケーキを楽しむことができます。またこちらハーフサイズから楽しむことができるので、ちょっと食べたい方にもおすすめのお店というところです。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のおんちゃんクイズ、お客さん一押しメニューは何？あーむずい。次回の動画でお会いしましょう。バーイ。